仕上がりまで30秒、1050万再生されたお団子アレンジになります。皆さんこんにちは、渡辺です。今回は今海外で大人気なお団子アレンジのご紹介です。なんとこれ仕上がりまで約30秒で終わります。でやっぱりその速さからもう再生回数もね、今海外では1050万再生されてるっていうような今大人気のお団子アレンジをちょっとね今日はやってみました。結構ね単純なまあお団子アレンジなので結構ねいろんなファッションにも合うかなとは思うので、皆さんねお団子アレンジをよくやられる方もう本当に30秒で終わってパパッとできちゃうので、ぜひよかったら皆さん覚えてみてください。それでは早速動画をどうぞ。でまずブラシでちょっと溶かして髪の毛を後ろでまとめていきます。で大体まあ耳下あたりぐらいでまとめていただいて、ここでゴムで結んでいきます。で1回結んで2回目でちょっとお団子になるようにしてください。こんな感じで、でこのゴムの部分を引っ張ってこうやって1回クロスします。この状態でこの毛先の部分をこのゴムに巻きつけていきます。こんな感じで巻きつけます。で巻きつけたこの毛先の部分をこの引っ張ってるゴムで挟んでいくっていう感じです。こういう感じですと、こんな感じでお団子になります。で最終的にゴムが隠れるようにちょっとねこの挟んだ髪の毛を広げたりとかして調節してあげるとゴムがしっかりと隠れてくれて、あとねこの一番最初のお団子の下のところをバランスを整えていくとこんな感じでお団子ができます。はい、ということでこんな感じでご紹介させていただきました。めちゃくちゃ多分シンプルにもう巻きつけてでお団子にしてでゴムをちょっとクロスさせて引っ張ってて毛先をぐるぐるっと巻きつけて、それを止めてで形を整えたらこんな感じになります。むちゃくちゃシンプルなお団子なので、まあちょっとスタイルチェンジ急にしたいだったりとか、まあ急にまとめないといけないという時に結構使えるかなと思いますので、よかったらぜひ皆さんやってみてください。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。